こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。今、2020年の6月、コンビニで台湾に関係する食べ物がブームになっている感じがしていて、私も少々買ってきました。左から、台湾ドーナツ、ルーローファン、タピオカドリンクです。これからこれらを食べて、食べた感想を言っていきます。ルーローファンから食べていきます。外観はこんな感じです。味に期待できそうな見た目です。では開封します。私、こういう目玉焼き、大好きです。
味は予想より美味しかったです。屋台とかで出てきそうな、こういう感じのものと比較すると、少し薄めの味付けにして、日本人の味覚に合わせているように思います。見た目も含めて、これならルーローファンと胸を張って言えるレベルだと思います。ただ、個人的には、もうちょっとつゆが多いといいのかなと思いました。例えば、別パックにつゆを入れておくとか、そんな感じになっていたら嬉しいんじゃないでしょうか。次はドーナツです。外観はこんな感じです。では開封します。一度台湾でドーナツを食べたことがありますが、もう少し中身が詰まっていたような気がします。揚げたカレーパンのパンみたいな感じだった記憶があります。このドーナツは普通のドーナツという感じですね。甘さは控えめで、味は悪くはないです。最後にタピオカドリンクです。外観はこんな感じです。よく振ってから開封します。
これはタピオカと言っていいものでしょうかね。粒は小さめで、歯ごたえというか弾力もあまりないです。原材料の欄には、こんにゃく粉と書いてあります。コスパが悪いので、これはおすすめできないですね。いかがでしたでしょうか。今の状況、こんな風に、食で台湾を体感するのもいいんじゃないでしょうか。ルーローファンは予想以上だったので、また買って食べるかもです。この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よかったなぁと思っていただけましたら高評価をお願いします。また、これからも台湾のことを発信していきますので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。